白蝶貝は、ウグイスガイかアコヤガイ族の二枚貝で、真珠母貝の一つである。円が、白色のものと金色のものと二型が存在する。貝殻と、真珠アコヤガイ族の中では、最も大きく、最大直径30センチメートルほどまで育つ。真珠層で構成される非常に硬い内角を持ち、内部の外縁の色が、白色のものと金色のものとがある。この真珠層の色は、 生産する真珠の色に影響を与える。水温、周囲のプランクトンや堆積物がその地域での色を決定する。南洋真珠を作るための真珠用食産業で非常に重要な種である。英語ではサウスシーパール、またはフィリピンパールとして知られ、フィリピンの大統領フィデルラモスは、1996年にプロクリメーションナンバー905において、これを 国主と定めた。フィリピンのセンペソ織兵の理念にも描かれている。オーストラリア、フィジー、タヒチ、インドネシア、フィリピンに分布している。インドネシア産の南洋真珠白鳥外は白色、銀色、シャンパン色、金色の真珠を生産する。一方、黒蝶外は灰色、プラチナ色、石炭色、ナスビー色、 苦弱色の黒真珠と呼ばれる真珠を生産する。白蝶貝が産する南洋真珠は、オーストラリア、インドネシア、タヒチ、フィリピン等で養殖されている。また、日本では1991年に、琉球真珠が量産に成功し、事業化されている。これらの真珠母貝は、とても大きく、養殖において、大量の真珠層を必要とする。オーストラリアでの養殖業は、 西オーストラリア州、キンバリー地区のブルームの湾が中心地である。ピンク色の輝きを持つ白色や銀色で直径18から20センチメートルになるオーストラリア南洋真珠でよく知られる。フィリピンでは金色の真珠が生産され、特に中国における市場需要に支えられ人気が出ている。パールミートは白蝶外の内転筋で珍味とされている。 海洋管理協議会の海のエコラベルを取得している。新珠を収穫し終えた後、過食部であるパールミートを外し、塩水で洗って冷凍する。近年では西洋のトップシェフからも年間6トンしか生産されない、替えのきかない珍しい食材として受け入れられている。半透明でホタテ貝ほどの大きさのパールミートは甘くて肉質がしっかりしているが柔らかい。味は イカやロブスターの間で香りは調理法によって様々になる。アジアでは数世紀にわたり珍味として珍重され、オメガ3脂肪酸を多く含むことから薬理作用も期待される。塩分は少なく、タンパク質は多く、トランス脂肪酸は含まない。ビタミン A、ビタミン E、カルシウム、鉄、亜鉛も含む。また、痕跡量の要素を含み、代謝を促進し、 甲状線機能を活性化させる。ありがとうございます。